おはようございます。理学療法士の川石優です。作業療法士の則田和夫です。皆さん、家で過ごすことが多くなってストレスが溜まったり運動不足になったりしていませんか？そんな今だからこそ、家でできる取り組みを僕たちリハビリ専門職と一緒に頑張っていきましょう。また番組内では運動だけでなく健康にまつわるミニ講座なども用意しています。この番組で心も体も健康になる新しい習慣を始めましょう。運動前に注意点がありますので必ず確認して実施してください。37度以上の熱はありませんか？体がだるい、食欲がない、下痢をしているなどの体調不良はありませんか？動悸や息切れなどはありませんか？いずれかに当てはまる場合は本日の体操を控えておきましょう。熱中症対策のポイントです。まず一つ目はエアコンを上手に使って暑さを避けることです。涼しい服装を心がけ、室温は28度を超えないように調節しましょう。外出はできるだけ朝夕の涼しい時間帯にしましょう。二つ目は喉が渇く前にこまめに水分補給をすることです。食事以外では1日 1.2 リットルを目安に水分を取りましょう。右から歩きます。回ります。反対、右手が前です。右手右、上です。右からサイドステップ、繰り返していきましょう。ステップ、反対、右足から開きます。閉じて、右手から回します。
呼吸です。吸って、はい、吐きましょう。ゆっくり足を止めていきます。次は少し専門的なストレッチや筋トレなどを紹介していきます。まずはじめに肩やお腹、背中を中心とした上半身のストレッチを行います。上半身の筋肉の硬さは肩こりやひどい時には頭痛にもつながります。またお腹、背中は手や足をスムーズに動かすための土台であり、とても重要ですのでしっかり行いましょう。その後、上半身の筋力トレーニングを行っていきます。筋力トレーニングが終わるとデュアルタスクになります。デュアルタスクは二重課題という意味で、頭と体を同時に使うトレーニングをします。次に肩こりに関するミニ講座を行います。皆さんは肩こりに悩まされてはいませんか？肩こりの簡単な知識から予防や緩和に対しての体操紹介もありますので、ぜひご覧ください。最後に脳トレになる簡単なゲームを用意しています。子どもから高齢の方までためになる内容となっています。まずはストレッチです。ストレッチを行う際は呼吸を止めずにゆっくり行ってください。また強い痛みがあるのに無理に伸ばしたりすると筋肉の損傷や逆に体が硬くなったりするなど逆効果になります。それでは始めていきましょう。この運動の目的としまして、柔軟性の向上や怪我の予防につながっていきます。そしてこの後行う運動を楽しくより安全に行うためのものとなっていきます。まずは両手、指先を肩に、肘で小さな円を後ろ回しで描いていきます。これを8カウントを使って行っていきましょう。それではまず見ててください。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8。 さあ、それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。せーの、肩に違和感のある方、動きが悪い方は小さい動きで構いません。余裕のある方は大きな円を描いていきます。もう一度息を止めないようにリズミカルに行いましょう。はい、結構です。一度指先を下に、血流を指先の方に持っていきます。両手胸の前で組みます。息を吐きながら両手をまっすぐ前に押し出し、骨盤を寝転ばせていきます。そして背中を広げていきましょう。まずは見ててください。カウントは4つで前です。せーの、 1,2,3,4、 戻ってきます。 5,6,7,8。 それでは皆さんも一緒に行いましょう。せーの、戻ります。2回目、大きなボールを抱えているような形です。戻って、背筋を伸ばす。もう1回、はい、結構です。そのまま両手は椅子の横、少し体より後ろ気味を持ってみてください。そして肩を広げていきます。胸を大きく張りましょう。これを1,2,3,4、 カウント数えましたら 5,6,7,8 で力を抜きます。それでは皆さん一緒に行っていきましょう。姿勢を整えたら肩を後ろにスライド。せーの、息を吸い込んで緩めます。吐いて、もう一度胸でゴールテープを切るような形です。ふう、ラスト1回、顎は引いて、はい、結構です。お手元にタオルもしくは手ぬぐいをご準備ください。はい、足の幅は腰幅程度に広げていただきます。そしてタオルを持つ幅も肩幅でお願いいたします。では姿勢を整えていただきましたら、体を前に
両手を持っていきます。まずは見ててください。この状態から左に体をねじっていきます。そして戻っていきます。一度ここで手を下ろしましょう、はい、これを4カウントずつ行っていきますのでよろしいでしょうか。ではスタートしていきます。皆さんもご一緒に左の方向にねじっていきましょう。せーの、1、2、3、肩の位置が落ちないように6、7、一度休憩します。反対方向右側にねじっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、はい、体の側面のストレッチを行っていきます。体をねじるときに必要になってくる筋肉になっていきますので続けてあと1往復ずつ行いましょう。はい、左方向にせーの、1、2、息を吐いて戻します。5、6、7、下ろしましょう。はい、もう一度右側、せーの、1、2、3、4、5、6、7、はい、結構です。続きまして体を横に倒していくという側屈の動きを入れていきたいと思います。足の幅はご自分の体を安定させるために少し広めに開けておきましょう。そして両手を前に出します。そして上に持っていきます。この状態から体を左に倒していくのですが、まずはご覧ください。左に1、2、3、4、体側を伸ばしていきます。戻して5、6、7、8という形になっていきます。はい、それでは皆さん準備ください。行っていきましょう。前に、そしてさらに上に持っていきます。はい、では左側に倒しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、下ろします。はい、もう一度上に、右に倒しましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、はい、下ろします。必ず一つ行ったら腕を下ろすようにご注意ください。血圧の上昇を防いでくれます。さあ、もう一度行きましょう。上に持ち上げたらラスト1回ずつです。左に、せーの、1、2、3、背中をスッと伸ばしておきます。6、7、8、下ろしましょう。はい、ラスト右側行きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ゆっくりと下ろして体幹のストレッチの終了です。次に筋力トレーニングを行っていきます。筋力トレーニングを行うときは使う筋肉を意識するようにしてください。トレーニングの効果が上がります。またここでもストレッチと同様、呼吸を止めないように意識してください。血圧や脈拍の急激な上昇につながるリスクがあります。さらに運動すると汗をかき、体の水分が不足して熱中症のリスクが高まります。こまめに水分補給しながら行ってください。それでは始めていきましょう。日常の生活活動を豊かに過ごせるように今の筋力を維持していく、このことが第一の目標となっていきます。それでは上半身の筋力トレーニングから始めていきたいと思います。まずは足の幅ですが、腰幅程度に少し広げていただいても構いません、はい、そして両手を胸の高さに合わせます。この時に肘が張ってしまわないように自然な形を意識してみてください。ポージングはこの形がスタートとなります。そして前に4カウントで1、2、3、4と押していきます。さらにここからグーパーグーパーと2回ずつ行いまして、指先のトレーニングとなっていきます。そしてゆっくりと引いていきまして、胸の位置という状態になっていく、胸の運動と腕先の運動となっていきます。一度手を下ろしましょう。それでは実際に行っていきます。5回繰り返し行っていきますので、皆さんも声を出して行ってみてください。それでは胸の位置に、では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、
2、3。腕をグー、パー、グー、パー、戻します。5、6、7。2回目、息は吐きながら2、3。はい、グー、パー、グー、パー。5、6、7。続けましょう。3、2、3、4。はい、グーとパーは指先を目いっぱい使ってください。5、6、7。4回目、胸に張りは出てきましたか？3、4。グー、パー、グー、パー。5、6。しっかりと腕だけを動かしてください。5、2、3。体がついていかないように、グー、パー、グー、パー。5、6、7。はい、結構です。一度手を緩めます。一旦胸をぐっと開いてストレッチを行ってみてください。はい、結構です。さあ、続いては背中使っていきます。両手を前に、手のひらは上に向けます。手のひらに水の入ったコップですねを持っていると思って、その状態から肘を後ろに引いてきます。コップこぼさないようにだけ注意してください。そして戻していきます。ローイング、肩を引くことによって背中の筋肉を使っていきます。一度手を下ろしましょう。姿勢はまっすぐ伸びた状態をキープしていただきまして、両手を前に。それではカウントを取っていきます。5回行っていきましょう。せーの、肩を広げた状態キープ。そして戻します。5、6、7、2回目、肩がすくまないように。5、6、7、8。息を吸いながらでも OK です。3、4、5、6。肩甲骨と肩甲骨を背中で合わせてみてください。3、4、5、6。ラスト1回、5、2、3、4、5、6。はい、結構です。これも同じように手を振る。そして胸の前で一旦手を組んで、両手を前に押し出すことによって背中の今使った筋肉をほぐしていきます。はい、結構です。それではもう1種目行っていきます。この種目は肩の筋肉を使っていくんですが、体の真横ではなく少し斜め前の方向を向かって両手を広げていきます。イメージは肘から少し持ち上げていくという形でいいかなと思います。物を持ち上げる動作などに使っていきますので、これも1、2、3、4で動かして5、6、7、8で下ろしていくという状態を作っていきます。それでは皆さん準備していきましょう。はい、ではいきます。せーの、1、2、3、4。肩と同じ高さで構いません。下ろします。5、6、7、8。カウントをかけている間は常に動いてください。5、6、7、3回目。3、2。徐々に肩がしんどくなってくると思います。5、6、7、4回目。4、2、3、4、5、6。ラスト1回です。5、2、3、4、5、6。はい、結構です。では先ほど行ったストレッチのように肩のストレッチです。ここはあえてカウントは取りません。ご自分のペースで行ってみてください。はい、結構です。以上が上半身の筋力トレーニングとなっていきます。次はデュアルタスクを行っていきます。デュアルタスクは二重課題ともいい、頭と体を同時に使うトレーニングです。2つのことを同時にすることで脳の前頭葉という部分を活性化します。認知症予防や転倒予防に効果があるトレーニングです。少し難しいですが、練習を続けるうちに上手になっていきますので頑張りましょう。こちらの目的は2つのことを同時に行うことにより転倒予防や認知機能低下予防につなげていきます。
その中でも足踏み、ボディータッチという種目を行っていきます。それでは一緒に楽しく行っていきましょう。まずは1から8の動作を一緒に行っていきます。では右手で左肩をタッチします。こちらが1です。では左手で右肩をタッチします。こちらが2です。ではそのまま3、4、5、6、7、8という順番で1から8足踏みしながら行っていきます。では左足から足踏みスタートしていきましょう。いきます、せーの。では腕もしっかり振ります。では1から8いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8 OK です。ではそのままもう一度やっていきましょう。もう一度1から8です。いきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。では次からテンポアップさせていきたいと思います。途中失敗しても構わないので続けて頑張っていきましょう。ではテンポアップいきます。いきましょう、せーの、1、2、3、4、5、6、7。もう一度、1、2、3、4、5、6、7。ラストです。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、 OK です。ではゆっくり足を止めていきます。はい、ではここからは応用編です。ぜひチャレンジしていきましょう。では左足から始めます、せーの。今から8から1の順番でボディタッチをしていきます。準備はよろしいでしょうか。では8からいきます。いきましょう、せーの、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、ではこちらを少しスピードアップさせて頑張っていきましょう。ではいきます、せーの、8、7、6、5、4、3、2。もう一度、8、7、6、5、4、3、2。ラストです、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、それでは足をゆっくり止めていきます。今回のミニ講座では肩こりについて話していくわな。あ、お願いします。うん、もう川橋君、肩こりって知ってると思うけど、はい、首とか肩、背中周りの筋肉がこわばって疲労とか重だるさ、ひどい時には痛みを感じる症状のことを言うね。うん、で、肩こりの原因になる主な筋肉で、はい、僧帽筋ってやんねんけど、僧帽筋って知ってる？知ってます、知ってます。おう、知ってる。僧帽筋、これボロ雑巾やな。僧帽筋、うっす。僧帽筋っていうのはここについてる筋肉で、そこに疲労物質が溜まったりして、僧帽筋自体が痛むことを肩こりっていうね。あ、なるほど。生活習慣によって肩こりになんねんけど、はい、頭の重さを支えることでも肩こりになったり、はい、同じ姿勢をずっと取ったりすると肩こりにつながったりするね。うーん、で、目の疲労や精神的ストレスも肩こりの原因になったりするね。あ、なるほど。もちろん運動不足とか姿勢不良もあかんよ。うーん、ちなみに川橋くんは最近肩こりになったことある？はい、そういや、この間友達とみんなで心霊スポット行ったんですよ。おう、それ以来両肩がね、めちゃくちゃ重たいんですよ。それ取り憑かれとんな、気付けよ。うっす。次にね、はい、病気を原因とした肩こりっていうのもあんね。うん、高血圧とか糖尿病から来るのもあるし、
首のヘルニアとか、はい、五十肩などの関節異常から来る肩こりもあんねん。そうなんですね。だから生活習慣改めても肩こりが治らん時は一度お医者さんに見てもらうのも一つやな、はい、で肩こりの予防と対処法についてちょっと話していくわな。お願いします。まず同じ姿勢を長時間続けないこと、で適度な運動や体操をしっかりすることね、これ後でまたちょっと紹介していくわな。お願いします。であとはストレス発散とか目の疲労をためないようにすることも大事やで。じゃあ今から実際ちょっと体操をしていこうか、はい、お願いします、うん、まず肩をすくめて、はい、手を下にストンと下ろす。そうそうそう、これでしっかりさっき言った僧帽筋が伸びるからな。おこんな感じですか。そうそういいよ、はい、OK。 じゃあ今度ね、はい、こう向いて前習いしてみて、はい、そうこの状態で肩甲骨を背骨にグーッと寄せて、でそのまま手を前にグッと出す。そうそう、いいよ、肩甲骨が前後するのを意識してな。はい、おいいよ、そう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 、いいね。じゃあ次ね、はい、その姿勢のままでいいから手を頭の後ろで組んでみて、はい、うん、で背中はしっかりこうまっすぐにしたまま、はい、手で後頭部グッと前に押してて、そしたらこの僧帽筋のあたりこう伸びていかへん。あ、伸びた感じしてきます。あ、いいね、うんうん、そうそうそう、はい OK。 そしたら、はい、今言ったような肩をすくめる運動からまず始めていこうか、はい、一回一人でやってみて。はい、やってみます。うん、お、いいよ、皆さんは適切な方法で真面目に体操に取り組みましょう。皆さん、今日の放送は楽しんでいただけましたでしょうか。それでは最後に僕たちと一緒に脳を活性化させる脳トレでお別れしましょう。今日の脳トレは指示出しじゃんけんです。今から僕がじゃんけんポンと出した後に勝って負けてあいこでと言います。皆さんはその指示通りにできるだけ素早くグーチョキパーを出してください。まずは僕たちでお手本をお見せします。じゃんけんポン勝って、じゃんけんポン負けて、じゃんけんポンあいこで。このようにして全部で5回しますので、皆さんは頑張って5回とも指示通りに出してください。それではいきますよ。じゃんけんポン負けて、じゃんけんポンあいこで、じゃんけんポン負けて、じゃんけんポン勝って、じゃんけんポン負けて。さあ今日は指示通りに出せましたか。明日もこの時間にお会いして一緒に元気になりましょう。それでは今日も一日頑張りましょう。